はい、ライフチャンネルです。今回はドラゴンボール Z 六冠バトルをやっていきたいと思います。六冠フェス、これが来ていたのでガチャ回していこうと思います。今回ですね、1回限定で石40個で大サービス、これをですね回していきます。カウンターで今回の出るキャラクターを見ていこうと思います。六冠フェス限定 SSR アルティメットトン、ご飯、私これが欲しいんですよね。で、他にもこれも限定の SSR 伝説のスーパーサイヤ人ブロリー、はい、SSR これも限定ですね。魔人ブー純粋で、これニュー SSR スーパーサイヤ人2孫悟空天使、これもいいですよね。で、ゴテンクス SSR ですね。あとは魔人ブー純粋で、これはフェス限定のものではない方ですね。これもフェス限定ではないですが、魔人ブーでゴテンクス吸収、衣装がねゴテンクスの衣装になってますね。はい、そして最後魔人ブー純粋悪 SR になっています。今回ですね、魔人ブーが結構多いんですけど、狙うはフェス限定ではないんですが、これスーパーサイヤ人2孫悟空の天使と、これのねアルチメットトーンご飯 SSR、 これはフェス限定のものを私は狙っていこうと思います。ということで早速連続ガチャ、わ、上限に行ってる。ちょっと狩猟行ってみましょう。結構ですね、最近いいキャラクターを出しているので、育てるのもですねだいぶ楽になってきてます。はい、これで大丈夫かな。再挑戦出ましたよ。1回限定ドッカンフェス、カラフルですね。フェス限定アルティメットトンご飯登場、 SR 以上のキャラクターが1体以上必ず出ます。では行ってみましょう。はい、あ、1個しか飛んでこなかった。放てー、来い。フェス限定アルティメットトン、あー、これ違うね。もう完璧にね。はい。SR、フリーザ第一形態。次は亀仙人。SR。そして、あ、出ましたよ。ザーボン。これ美しいってやつね。それからの、はい。ダーブラー。ダーブラーちょっと、いらない。あ、SR、魔人ブー、ピッコロ吸収。これは？はーい。クリリン。レアですね。次は、お、ネイル。あ、でもこれ、魔人ブーだ。あれ、SR、ゴテンクス吸収の魔人ブー出ました。これは今回のね、フェスのカウンターにいましたね。あ、ラディッツ。でもこれレアですね。レアじゃなかったら育てたかったんだけどな。はい、ドドリアさん。SR です。こんな感じになりました。 SR は全部で6体出てますね。ただ SSR は1体もいなかったです。で、今回ですね、これ魔人ブー5点くじ90、これが今回のフェスのだと思うんですけど、これね、フリーズ第一形態もちょっと嬉しいんですが、育てるとしたらまあ、魔人ブーかなと思いますね。はい。今回残念ながら、フェス限定の狙っていたアルティメットソンご飯が出なかったんですけれども、まあ、よしとします。はい。これからも、ドラゴンボール Z、ドッカンフェス、楽しく遊んでいこうと思います。チーム構成をですね、この魔人ブー、ゴテンクス吸収を育てきったら入れていきたいなと思っています。そのうちですね、魔人ブーだけの、あ、魔人ブーだけだと作れないので、魔人ブー関係のところにしたサタン入れたりとか、そういうのをね、作っていけたらいいなと思うんですけど、サタンもね、持ってなかったはずなので、今。うん、今ですね、チーム構成一覧はこうなってますね。スーパーサイヤ人でちょっと固めている感じになっています。もともとですね、ピッコロとか使っていたんですけれども、実はですね、私今、前
回出た5点ですか、これをね集められた時に育てたくて、これを今リーダーに使っている状態です。他のキャラクターもですねちょっとずついじって、このキャラクターを育てるっていう決めたのをね早くレベル上がるようにやっていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。これからもロッカーフェズ試してやっていこうと思いますので、ぜひチャンネルの登録コメントしていただけると嬉しいです。それではまた See you!